緒方公安の師匠の役で、中天佑をやらせていただきます。石倉三郎と申します。女房がですね、まちゃみというですね、久本雅美さんでございますからですね、まああとは推して知るべしのいうような状況になるなろうかと思います。おさなをやらさせていただきます。久本雅美です。あの明るくて豪快な、気持ちのいいおかん、大阪のおかんみたいな役でございますので、その中でやっぱりこの、笑いが散りばめられればいいなっていうふうに思っております。山城屋忠兵衛役の神保聡です。この作品の中で唯一の悪人ということで、悪役をやらせていただきます。本当多彩な方たちばかりなので、その中で泳がせていただければなと思っておりますが、とにかく自分のことでいっぱいいっぱいだと思いますんで、頑張ります。純子ちゃんのこの強烈な個性があればね、はい、うん、まあ別にいいでしょうみたいなことでしょ。でお二方に強烈な個性って言われてもなって感じします。私でもね、見てる人間は純子ちゃん出てきた時に最初さ、はい、普通のやり取りしてるわけじゃないですか、はいはい、絶対こいつ悪だなって顔してるもんね。ですよね、多分ね。いや、むしろや言わずもがらないな。そう、もうすぐ分かる。いいです、でもそれでも、はい、思いっきり悪いやつになってるいいですよね、はい。可愛いイケメンの息子がいるからね、やらかすからもう、ね、もう旦那もなんかこそこそ女房の目盗んではもうちょっと悪さするから、そう、あれありがたい役どこだね。そうですね、ビシッとこそこそするの好きなのよね。そうそうそう、ずっとこそこそしてますよね。そうなのよ、で上に弱く下に強いという、ね、最低な人間ですよ。そうなのよ、大好きなのね。これが好きなのよ。絶対面白くなりますよね、この舞台は、ね、面白くしましょうね、これね。間違いないと思います。なんか、はい、生きる勇気が湧いてきました。はい、頑張りましょう。はい、もう最後の最後までみんなでバーッと盛り上げながら団結して、いい舞台に、はい、やります。やりますので、ぜひせーの、やります。ラン緒方公安浪速の事件帳、劇場でお待ちしてます。